僕にはまだ誰にも話してないことがたくさんある。包み隠さず言葉に出してしまうと僕の命はなくなる。フラッシュバックする公演を一緒にいたのはベストフレンド。明日明後日のことよりまず僕は僕の懺悔を描く。昔の背景遊んでくれたガンダム、距離ができただんだん。噂話じゃ懲役帰りか、噂は今日もランダム。ただ今はただ今が言える場所がこの傷を癒す。東京のナイチンゲール、僕に答えをくれナイチンゲール。つぼみが出て咲く、朝日が来たら咲く。お花も若きバラも、アスファルトに咲くバラも。 One for me, one for you、 今も東京ナイチンゲール。今日は日記を書いてみる。アンネ・フランクのようなリアルな言葉で詩を書いては一人泣いてる。東京ナイチンゲール。今日は一人で考えてみる。あなたがくれた優しい言葉、俺はいつも励まされてる。鶏が先か卵が先かどっちか教えてくれナイチンゲール。これは現実もしくはゲーム。夢の中でも希望は持て、どこでもあるドラマティック迷路を知ったかが知りたいフリーメイソン。今はまだチャンスがあるな、そうだろうナイチンゲール、つぼみが出て咲く、朝日が来たら咲く。お花も若きバラも、アスファルトに咲くバラも。 One for me, one for you、 今も